模索者は東京都新宿区新宿2丁目にある自主流通本を扱っている書店。1970年にベトナム反戦運動に関わる党派に属さない学生らが創業した。創業メンバーの岩永正俊によれば評論家津村隆の著書魂に触れる革命を出版したが取り扱う書店が少なく売れる場を確保したかったという。 表現の自由の保障を理念に掲げ、出版取り継ぎ会社が扱わない、いわゆるミニコミと言われる、自主流通本を主要に扱う。店頭看板に、ミニコミ小流通出版取扱い書店を掲げ、商業上の問題や主張内容に問題のある少数出版の書物など、一般書店では、なかなか取り扱ってもらえない本も、原則無審査で取り扱う。地方。 小出版流通センター社長の川上健一は、センター立ち上げ前に模索者で働いていた。審査翼や右翼団体、宗教団体の機関紙も取り扱っており、少人数党派の機関紙やパンフレットは、この模索者で入手できなければ、直接の出版団体を探して、そこからの取り寄せとなるしかないことが多い。狭い店内には、国会図書館にすらなく、 事実上模索者でしか入手不可能な書籍や CD、死刑囚の支援通信までもが多数置かれている。模索者主催の各種イベントも不定期に実施されている。同業の書店が相次いで閉店する中経営努力を続けるも、経営状況は逼迫しているらしく、社外からの融資も含めた模索者、再建実行委員会が組織された。同委員会によれば、 40周年にあたる今年の10月に果たして存続できているかおぼつかない状況ですという状況であった。2020年には創業50年を迎えた。代表の榎本知性は経営難であることに変わりはなく売り上げは年々落ちている。ギリギリですがここでしか売れない買えない本があるとコメントしている。持ち込まれたらどんな出版物も販売することを ポリシーにしたために、トラブルに巻き込まれることもあった。1972年には、歪説者として掲載紙が摘発される騒ぎになっていた、小説、四畳半ふすまの下張りの複製版が百部模作者に持ち込まれ、当時のゴミ正彦代表らが歪説文書、販売目的所持容疑で逮捕、起訴される事件に発展した。ゴミは裁判の意見陳述に自由にのを書き、本を作り、 売るそして読者は自由に選択して買い読むという物事を表現して人に伝える際の当たり前のやり方を私たちは書籍販売業という立場で当たり前のこととして行ったと記した裁判は1980年に最高裁で有罪が確定したがこの件を通じて模索者の名は広まったありがとうございます